皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県各務原市曽原野口町のログハウスのお店スナッチにお邪魔します。モーニングは午前8時30分から営業しています。定休日は毎週月曜日と火曜日です。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？目的地は左側にあります。これからお邪魔するお店、ログハウスのお店、スナッチは矢印の先です。今、傘を裂いて歩いて見える駐車場もスナッチの駐車場です。この入り口の階段を上がった右手にテラス席もあるみたいです。平日なのにお客さんでにぎわっていましたので、お店の中の撮影ができませんでしたが、座った席から窓の外を見てみました。今までにログハウス風のお店には行ったことがありますが、ログハウスのお店は初めてだと思います。ログハウスの発祥の地がどこかということは、実ははっきり分かっていません。世界の広範囲にそれぞれログハウスの起源があるので、発祥の国によって形には違いがあります。例えば正倉院正倉は高床式のあぜくら造りという建築様式です。断面が三角形となる横材を井桁に積み上げた建築様式です。言ってみれば日本最古のログハウスであるとも言えます。これからモーニング表の主だったところだけを読み上げていきます。よろしくお願いします。画面を少しアップ、拡大します。モーニングは午前8時30分から午前11時までです。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいですが、トーストまたはワッフルのどちらかを選べます。ベーコンエッグセットはドリンク代プラス300円です。ピザモーニングはドリンク代プラス600円、ドリンクは2人分お選びください。お好きなピザが1枚選べるみたいです。ランチは午前11時30分からみたいです。こちらのモーニングセットがドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスです。ホットコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。トーストとワッフルのどちらかを選べましたので、私はワッフルを選びました。ワッフルを選んだのは初めてだと思います。初物を食べると寿命が75日伸びると言われていますが、今回はその話はしません。よろしくお願いします。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初に画面の中央のワッフルから見ていきます。ワッフルの語源はオランダ語のワフェルから来ています。ワフェルは蜂の巣を意味しており、ワッフルの表面が格子状で蜂の巣のようになっていることから名付けられたと言われています。ワッフルという言葉は英語ですが、国によってその呼び名が変わり、フランスやベルギーではゴーフル、オランダではウェハーと呼ばれています。
ワッフルの発祥は非常に古く、古代ギリシャとされています。古代ギリシャでは、生地を薄く焼いたオベリオスというものが食べられており、このオベリオスがワッフルの起源だと言われています。ワッフルが最初に日本に登場したのは、サンドタイプのワッフルです。1890年、日本にウエハース型が入ってきましたが、思うようには売れませんでした。これまでワッフルといえばサンドタイプだったのが、1996年、ベルギーワッフルが一躍大ブームとなります。この大ブームによって、日本人のイメージするワッフルは、ベルギーワッフルとなっていったのです。画面を少し動かします。次ですが、ワッフルの右はナスです。ナスの煮物です。ナスのツヤツヤとした綺麗な色は、それだけでご馳走の華やかで豪華になります。画面を少し動かします。次ですが、画面の左のゆで卵です。このゆで卵は温泉卵です。あ、違います。間違えました。一瞬、温泉卵だと思いましたが違ってる感じで、ポーチドエッグです。ポーチドエッグとは、温泉卵の反対で、白身が半分固まった感じで、黄身が半熟です。もう少しで間違えるところでした。間違えてたら、ぼーっと、生きてんじゃねえよ、と、チコちゃんに叱られるんじゃなくて、タケちゃんに叱られるところでした。皆さん、チコちゃんに叱られるっていう番組を見たことありますよね。NHK の番組で巨大なおかっぱ頭が特徴の5歳の女の子と岡村隆史とゲストが答えるクイズ形式の教養バラエティです。なぜか金曜日の本放送よりも土曜日の再放送の視聴率が高いとたびたび話題になってるみたいです。次ですが、あ、そうだ、皆さん言い忘れましたが、ポーチドエッグの作り方知って見えますよね。ポーチドエッグは卵の中身をお湯の中に入れて火を通すので、ゆで卵などに比べて調理時間が短く、忙しい朝にぴったりです。次ですが、ポーチドエッグの右にはサラダがあります。上から見てるのでわからないですが、この野菜サラダは山盛りです。ドリンク代のみの450円で、ワッフルが2枚、ナスの煮物、ポーチドエッグ、野菜サラダの4品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。野菜サラダにはキャベツ、レタス、人参などが入っていて、ドレッシングは酸味があって拳の効いた美味しいドレッシングです。トーストかワッフルのどちらかを選べましたので、今までトーストばかりのモーニングでしたので、今回は少し変わったところでワッフルをお願いしました。ナイフとフォークを使って食べるなんていつ以来なのか、さっぱり思い出せないほど昔です。どこのレストランだったか思い出せないけど、バイキングレストランでワッフルを自分で焼いて蜂蜜などをつけて食べたことがありますが、それよりもはるかに美味しいワッフルです。淡い味のナスの煮物にごまスクリームがかかってる感じで、油分と甘みと酸味が加わり、旨味が芯まで染み込んでる美味しいナスの煮物です。これはポーチドエッグです。温泉卵の反対で、白身が半分固まった感じで、黄身が半熟です。黄身が潰れないように箸で慎重に、無事に口の中に入って丸飲みです。ポーチドエッグの出汁がまたこれが美味しいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか。ドリンク代のみの450円でワッフルが2枚、ナスの煮物、ポーチドエッグ、野菜サラダの4品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。